こう持たれちゃったらねボカってくるんだからね。だからこう線なの、線なので、ここを感じれるってことね。そういうで持たれちゃったら持たれないようにこう持たれないように持たれないように持たれない持たれない離れてってもいい離れてもいいね、離れてもこうやって持ってから待っててもらってそれからっていう方法もあるんだけど、普通は持たれないように持たれないように持たれない持たれないここ持たれないね。そしてこう重心もらってるっていうそういう形。じゃあやりましょう。ここ反ってるの忘れないとダメなの。忘れてこういうふうにほら忘れてこういうふうに入る。ここ競ってたら競って瞬間にやられちゃうんだから、やられこれ待っててくれてるからね、この手この足待っててくれてるからこういう風になってんだけど、なってんだけど、ここで競わないことなの。ここでこっかって競ったらやられちゃうんだよ。いや待っててくれるからこれ待っててくれるからここで待っててくれてんの。だからこれ待ってストップしてんの。でも普通だったらやられちゃうの。普通だったらボカってきたらボカって膝が来たりここで競ってる限りやられちゃうの。だからいなくなんないと話にならないの。ここ競ってたら来ちゃうんだよね。だから いなくなるの。いなくなるの。それでこういうとこを感じてるの。そしてだから力入ってたら寄りどころになってボカッてやられちゃうの。だから力抜いて自分の力抜いてほら力抜いてないと話抜く練習だからね。抜く練習力入れる練習じゃないんだよないんだよ。来たら来ちゃうんだ。だから力抜くの、抜いて自分が安定してる。力を入れてる限り安定しないから、安定しないってのはここで居ついてるとこ、ここで居ついてるんだよね。で力抜くことによって安定してる。自分がこういうふうに安定してるの、こう力ないの。そういう練習だと思ってこういう癖がみんな癖なんだけどね、こういう癖捨てなきゃダメ。ここやっつけたいの。だからこう癖なの。まあそういうことで上下はこう。まあ何でもいいや。で、まあ、癖だから。だからその癖を捨てるっていうことね。じゃあ上と下やり。自分の身を守ることが最優先なの。自分の身を守るっていうの。だから彼から遠く離れてれば自分の身は守れるの。安全。で彼は何にもして、彼が来たら下がればいいんだからね。同じ間合いで自分の身を守るのは最優先。相手をやっつけることはその二の次、どうでもいいこと。相手をやっつけるためにこの手出してきたら、この手利用してやられちゃうの。だから自分の身を守る、自分の、あ、やべえなってこういうふうにやってんの。肘がやべえなってやってるんだけど肘が来たの。やべえなってほら肘がやっつけてないよね。彼やべえなってやってるだけなんだよね。やべえなってやってるんだけどこういうふうに来たら倒れちゃったって、そういうふうに倒れちゃったの。自分の身を守る副作用として相手をやっつけてたって、そういう話。だからこうやって来て後ろ通ったらさよならで
自分が安定してるんだから、あの自分の身を守ることが大事。相手をやっつけるとこ、だこれ忘れなきゃダメ。これ忘れないとここでやっつけたくなっちゃうから、ここでここ置いとこで、こう肘とかやっつけたくなって競争になっちゃう。競争なんか負けちゃうんだから、自分の身を守ることが精一杯だから、こう っていうふうにやった方がいいんじゃないかなと思うよね。こういうふうに競争してうまく立ち回って、僕がうまく立ち回って彼の重心を崩してっていうことは考えてないんだよね。自分がやばいなーって、そうしたら彼が崩れてきちゃった、自然と崩れてきちゃったって、そういうふうにやった方がいいんじゃないかと思ってるのね、最近ね。あんまりこう言ってやっつけて、どうしそのテクニックを学んでるのはそういうことじゃなくて、自分の身を守って気にしないで安全で、気にしたらこういうふうになっちゃうの、倒しに行っちゃうの。でも自分の身を守ってるんだから、自分の身を守ってる、そういう話ね。そしてこう自分の身を守ってる、自分の身を守ってやばいなって、中心を守ってこういうふうに中心を守ってる、ここでやっつけようとしてないのね。まあそういう話ね。それで四方投げって形があるから、中心を守ってこう、中心を守って中心、こうやってそうやってたらやられちゃうんだから、そうやってたらこれ待っててくれてるからやられないだけで、本当はやられちゃってんの本当だから、起きたら離れて資格もらって、彼は何もできない、僕は何もできる。そしてこういうふうに真ん中にあったからこういうふうに離れて後ろね、でこう後ろ、そういうふうにやって、で足が自由だからこういうふうに下に落とした、こういうふうに、ここと競ってないんだよ、ここと競ってないんだよ、自分が中に入るんだよ、自分が中に入ったんだ。そしたら目の前にここがあったの、この手が。だからまっすぐ上げてまっすぐ下げた、それだけ。じゃあちょっと塩投げでやってみましょう。使うの待ってて、この手と競い合ってこういう方がいいよとか、ああいう方がいいよとかやってないんだよね。やってない。僕の大事なのはこう資格もらうことなので、安定してることなので、転換してるのも同じ、転換して同じで、転換してこういうふうに入ってきたの。だからこの手を掴んでからどうやったら彼の手をやっつけれますかってことは考えてないってこと。だからこう掴まれたら終わりだと思ってるから、掴まれたら終わりなんだよ。だからこういうふうに、みんなこういう練習やってんの、こういう練習、どうやってやったらこうやっつけれますか、競い合いますかって、そういう話で、そういう話はしてないんだよね。こう掴まれたら終わりだから、こういうふうに資格もらってんので、たまたまここにあったの、こう手が、だからこういうふうに入ってきたの。そして やべえなって、やべえんだよ、こういうことしか考えてないの、ここの手をどうこうしてってことは考えてないってこと。でいろんな形があるからね。小投げの形はこういうふうに資格もらったら、こう手があって足自由にしてこう入りましょうねって、そういう話、こういうふうにこう足自由どこでも行けますよって、そういう話。こっちも行けるよ、それからこっちもね、こう手があるから、手がある こうやってやったら手が外れちゃうの。でも正中線だからこういうの持ってんので、ここを反撃感じてるから、こうやってそのまま来れば
こういうふうになる。感じてるっていうのは、相手の攻撃どういうふうにしたいかっていうのを感じてるっていうのは大事だから、こう、こう来てる、こう、こう、あの攻撃がどういうふうに来るかっていうのを感じてるっていうのは、この手感じてるの、この手感じてるの、ね、感じてるので、こうで後ろ入ればこうで、 やばいからこう守ってる。で、この手を遠くなっちゃうと力入んないから近づけて、こういうふうに、こういうふうに、あの原理っていろいろあるんだよね。だから近づけてた方がいいとか、自分の重心近い方が体重使えるとか、まあそういうことなんだけどね。それで今度はこの後ろ、ここにこういうふうに入ってきた。そしたら彼はこういうふうに来て、この手を生かしたい、この手ね、生かしたいから、こっち押さえてるけど来るんだよね、腰回してね、こうこうにやられちゃうんだよね、ほっとけば。でもその間に僕はこっちの方が大事だと思ってるから、こういうふうに入ってくと自然と倒れて自分の中に入ってないとか形。いや、こうやべえ、ほらこれ、こう上から下だけこういうふうに入って、こっちで後ろ、そしてやってるってこと自分は後ろを通ってる、後ろこっち、ここで後ろを通って、で彼がやってる、こういう形ね。じゃあちょっと指投げでやってもいいかな、こういうふうに打ってきてもいいんだけど、こうやって持ってきてもいいよ、どっちでもいいよ、あのこうやって打ってきてもいい。打ってくるのは、これは振りかぶって、彼は振りかぶって、ここ空いてるからここを打ってくるので、ここを打ってきた時にこういうふうに入れ替わって、こういうふうに、まあそういう形ね。じゃあ入り身投げでやってみましょう。こういうふうに入って後ろ来て、この手を崩れないんだよね。だから目的としては、僕は後ろに入った、後ろに、そしてくっついてたから、この後ろ入る力を利用してこういうふうに来たの。そしてこういうふうに、だから自分が後ろ入ってこういうふうに落とさなきゃって思ったら落ちないんだよ。だから目的としては、自分はこの後ろにこういうふうに入ったの、こういうふうに繋がってんので、自分の体重が来たから、体重が後ろに来たから、後ろに来て崩せないの。こう来て、後ろに来て、こういうふうに、だからこういうふうに入ってきた。だから後ろ取らないと、ここだとこの手に対抗しなきゃいけないでしょ。この手が強いんだから、だからやられちゃうんだから、だから後ろもらったの。だから力ないの、これ。だからその間にできる。この手は強いの。この手はこ強いの。この手強いの。強いの。この手強いの。だから後ろに入ったの。後ろ入って。そう。だからこの肘でやりたいんだけど、彼はこういうふうに後ろ入ってきちゃったの。だから。こういうふうに回っちゃったの。自然とそういうふうになってんの。自然とそういうふうな形になってんの。だから後ろ通って、この手はこっちへ回ってくる。この足ついてもいいよ。足ついてきた時にはこういうふうに、ほら、なんていうのかな。
自然とやってるってことだ。あの自分の意図は崩そうとかやっつけようとかそういうことを思ってないってことね。そういうことは伝えたいのはどうすればいいんだか分かんないんだけど。じゃあ今度はこうにボカって打ってくるの。ボカってでボカって打ってきた時にこうに止めてんの。これ線なの。そしてまっすぐ出てきたの。まっすぐこういうふうに。ちょっと行き場がなくなって倒れた。こう上がってきてこういうふうに落ちてきた時にこういうふうに止めたらここと競争しなきゃいけない。だけど上がってきた時だったら上がってこういうふうに決断して彼がここを打ってこようと思って決断してこういうふうに来るんだよね。こう上がってこう来るんだよね。こう来た時だったら一緒にでまっすぐ来ればまっすぐ来ればこういう形。まっすぐ来ればまっすぐ来なかったらこういう形。こうに来てこういうふうに落ちてきちゃったらこれはできないの。できないのこれ強いからできないの その時は後ろなの。だからこういうふうに落ちてきちゃったら後ろもらってんので、上がってきた時だったらこういうふうにできるよ。上がってきた時だったら上がって打とうと思って決断して上がってそしたらできるね。できるね。そういう話で落ちてきちゃったらできないからこういうふうに入るって、そういう話ね。じゃあ一挙ね。こうやって来てるの止めてここで競い合いって言ってないんだよね。上がったらやばいなって、やばいなってこういうふうに思ってんの。でやばいなってこういうふうに出てきたの。こういうふうに止まってからこうやってやったらこれは強いんだよ。すごく強いんだよ。ほら上げようにも上げられないの。だから上がってきた時に一緒に入りましょうね。でこの手は捨てるの。どっちかったら捨てるの。こっち捨てこの手と競争しないことを練習してるの。この手と競争したら競争して後ろ下がることも彼は自由。後ろ下がって、おお、なぜ下がられちゃうんだよ。これ強いんだから、ここの手強いんだから。自分がプロテクトしてるのと同じ、彼はプロテクトしてるのと同じ。こういうふうに。でここの手やっとって、下がられちゃうんだよ。下がられちゃうんだよ。だから自分がこういうふうに入ってんの、場所をもらってんの。こういうふうに入ってんの。で場所もらってここの手いらないの。いらないってのはここの手をこうやってやったら後ろ下がられちゃうんだから、だから捨ててんのこっち。そして入っそういう形ね。そういう形。じゃあ正面打ってきて落ちてきてた時にこう捨てれないからね。こうやって来たを捨てれないのこれ。だからこっちに入るかこっちに入るかこっちにこう来るか、この2つ。これこういうふうに来ちゃったら こっからこう湧き締めてくるんだよね。そうしてないんだよねここね。だから自分がしょうがないからこういうふうに入ってんの。そしてこう離れてたらやられちゃう。だからやられちゃうから自分の近いここに近いの。鉄棒でこういうふうにやってるのと同じ。こういうふうに来てる。ここに近いの。ここにこういうふうに。それで入れ替わってるって感じね。そう。で、こう離れちゃうとやられちゃうから。こう近いの。こういうふうに近いの。そうすると体重が使える。自分の体重使えるから。こう離しちゃうと使えない。
それで上がってきて、こう落ちてきたらこう落ちてきたらこう落ちてきたらこうこうって後ろ入ったらこうこう近い落ちてきたらこうねこうこの2つできるね。後ろ入るのと表から表、自分がいなくならなきゃダメよ。これ競争してこれと競争してたら落ちてこようがどうしようがこれあるんだから、だから競争、いかに競争しないのかこと、上がって競争してないの、上がって競争してないの、上がって競争しないとか、その自分の力抜くとか、真ん中でとか、遠くじゃなくて近くでとか、自分が動いてとか、そういうことっていうのは、あの、長いことやってると、そういう気づく、近くやった方がいいんだなとかって気づくからね、そういうふうに やってほしいんだけど、まあ、言葉でそういうふうに言ってますけど、近いの。何しろ近いの。それから、自分に近いとか、それから真ん中とか、こういうふうに顔出してやらないで防いでるときはこうやって防いでるの。そういうふうにやってほしいんだよね。で、まあそういうこと。そしてこうね、こう上がってきたときに、こういうふうに入る。いなくなってれば、こういう形。で、後ろ入ってきたら、こう近い。こう近い。で、近い。で、こう。じゃあ相手をやっつけに行かないって、やっつけに行かないってことはね、やっつけに行かないってのはこうやっつけに行かないので、自分を守ってんのこういうふうに、ま、っていうふうに話したよね。で、相手をやっつけに行けないってのはこういうこと、こう相手をやっつけに行くと、相手をやっつけ、この手を上げてきたらこうやって来るんだけど、この手は生きてんの。生きてるってことは、この手生きてんの。だから、この手が来ないように、この手が気になるの。この手。だから、こういうふうに入ってんの。これが、この手気にしなければ、自由に入れるんだよ、こうやって。入れるんだけど、この手が気になって、この足が気になってるから、気になってるからこういうふうに入ってるの。そういう話ね。それじゃないと、やられちゃうからっていうのは、やられちゃうっていうのは、みんなこういうふうにやってさ、こういうふうにやって、この手のこと忘れてんだよね。忘れてんの。だから自分がいなくなるっていうのは大事。いなくなるってのはいなくなるって、やってんだけど、この手感じてるから。この手で、この手で防いでるの、こういうふうに防いでるから、こういうふうになってる。防いでるから、この手来るの分かってんので、来たらこういうふうにできるよっていうふうに思ってんの。だからいつでも話せる手だってことね。こういう手ってのはいつでも話してこの手が生きてくるって、そういうふうに思ってるの。だからこうねこの手感じてるのは、この手も感じてるんだけど、この手を感じてるってこと。だからこういうふうに、この手を感じてるってこと。だからそういうことを やってないと、そういうこと、いつもこの手だからこういうふうに来てる。そういうふうにやってほしいんだよね。あんまりこの手、合気道の人たちはこの手離せるだとか、もろ手で来てもこの手離せるっていうのを分かってないで、くっついてるからこういうふうにできるんだけど、いつでも離せるんだから。だからそういうことを考えてないとダメなのね。だからこう、そういうふうにいつでも離せると、いつでもできる。で、そういうことで、
をやってるとか、そういうことでこうやってるとか、そういうことでこうやってやってるとか、あのこの手、この手生きてる。だから来ないように、来ないように、来ないようにやってる、来ないようにやってるね、来ないように。でこの手見てる、この手で、それの方が大事だから、その方が大事だから、まあそういうことね。じゃあ、こうにやりましょうか。こうね、こう正面打ってきたんだ、正面打ってきたんだけど、片手持ちでこの手、この手、この膝、それを止めるってこと、止める。で止めたら次ね、待ってりゃ来るんだよね。待ってりゃこの手外してこう来るの。だからこういったらすぐ持って重心もらう。こうに入ったらすぐ重心もらう。こう、こうに入ったら、こうって表だったらこういうふうに、こういうふうに。で、一挙ね、こういうふうにやって、この手見てる。膝見てる。膝。そして、こうに入る。で、これが一挙の形。それから、こうに、膝見てる。それで三挙の形。こういう形。こうやって来て、二挙の形はこう、持ってそのまま二挙。三挙の形はこう。こういうふうに持ってきて、こう首の方からね、入る。それから、四挙の形はこういうふうに入る。そういう形ね。じゃあ、今度は、こう、この手を止める。そう、足。足止める。足。それから、こういうふうに持ってきて、こういう一応ね。じゃあやってみましょう。目的はね、この反対の手を止める目的だから、こういうふうにこの反対の手を見てるってこと。だからこういう形、これ抜けちゃったらこれ手離してポカってくるの。抜けちゃこれこ、うん、そうそうね、こうやってそう抜かとこうできるんだけど、まあこういうふうに見てるの、こういうふうに見て、こういうふうに見てる。これ抜けちゃないの、抜けちゃない。この手をやっつけたいとこういうふうに抜けてきちゃうから。でこの手生きてね、こうやっていくらやったってこう来ちゃうんだよね。だからこの手を止める目的、足を止める目的、足あって手だったらこう。足だったらこう。そういう形ね。それで自分が動くの。こう。目的だから、目的ってのは、目的を間違えないで、この手をつけることじゃないから。こうやって止めてるの。だからいいの、これで。それで反対の手がこう。来ただけ。ね。そういう形だから。いや、もう、この手を止める目的なんだから、ここでこんなって やってたら手を止められないの。だから、足が先に動いて、こう。ね、線は、この線に対して、なんていうの、こういう位置だとできないってこと。だから、ちゃんと線を外して、見てるの。だから手を目的が間違っちゃうと、手を止める目的じゃなくてやっつける目的だと、やっつけられちゃうんだよね。だから線を外してこう、それでこういうふうに来るとか、まあね、近づいてくればこう持ってきて、こういうふうに後ろからこういうふうに二強の形とか、こうやっちゃって、こうやって入ってるね。それから三挙の形だったら、こういうふうに三挙の形。こう三挙の形。で、そういう形。だから、
目的を言ってんだからあの目的なしでこういうふうにやってないの、こういうふうに形で追っかけてないの、目的はこういうふうに止めるんだよって、止めるんだよって、足を止めるんだよって、だからこういうふうに入ってきてんだよって、そういう話だからね。まあそういう話、じゃあ最後にこういうのやりましょうおいこういう、こういう真ん中、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 こう真ん中、やべえなーって、やべえなーって、こういうふうに回ってんの。ほんで、やべえなーって、このまま出ていっちゃった。このまま持ってって、このまま出ていったらやられちゃうの。だから、やべえなーって思ってんだけど、こう、ね、こう。そういう感じ。やべえなーって、こう。やべえな、やべえなーって、こう。こういう感じ。やべえなって感じ。じゃあまあそう、あのここで競ってたらやられちゃうんだよって、ここをやっつけようと思ったらやられちゃう。だから僕はね、彼のことは気にしない練習をしてるの。気にしないの、気にしないの、全然気にしてないの。こう相手の方に近づけていったらやられちゃうの。こうやって、いや持ってんだからこうやってやられちゃうの。ああやられちゃう。だからなるべく体側に近くて気にしない、なるべく気にしない、ここ気にしないので、気にしないで自分が安定してる、そしてこうやってるだけ。ここ気にしない練習なの。気にしない練習、気にしたらやられちゃうの。やられちゃうんだから気にしないの。気にしない練習だと思ってやってた方がいいんだよ。こうやって気にしてて、こうやって競争して、どうやってやったらテクニックでこうやってやっつけられますかって考えないの。考えないの。こうやって自分が安定してて気にしないで自由に自由に動くっていう、そういう話だからね。そういう練習だから、まあそういう形でやってください。